ウォルター・フィンチ・ページは、イギリスのウォーク出身の鉄道技術者で、明治時代の日本でお雇い外国人として、鉄道運行計画や運輸一般の技術指導を行った。1843年4月10日に、イングランドのノーフォーク・グレート・ヤーマスのハワード通りにおいて、父ウィリアム・フィリップ・ページ及び母レボラ・ページの間に生まれた。父親は仕立て屋をしていた人物であった。 1859年にグレートノーザン鉄道に入社し、初期を皮切りに鉄道の業務を行った。1870年3月にケイト・フィールズと結婚した。ページについて研究した石本雄吉によれば、当時の地元紙に掲載された経歴などから見て、きちんとした教育を受けた人物ではなく、現場からの叩き上げであろうとしている。 ページが日本へ渡航することになったきっかけは全く不明である。1874年2月、ピーターバラの駅長を最後に、グレート、ノーザン鉄道を退職し、日本へ渡航することになった。1874年4月8日に横浜港に到着して、関節鉄道の京阪新築の代理人権、運輸長に就任した。ページには、月給500円が支払われ、 これは当時日本側で鉄道のトップだった、鉄道局長の350円より高額であった。旅客及び貨物運賃の設定に関して功績があったが、日本人の職員が運賃や経理の事務を処理できるようになると、もっぱら運転を担当するようになった。1877年に京都神戸間が全通した際のおし列車運転に功績があり、賞を受け、 1887年2月には、君四等局実賞受賞を受けた。1889年に、東海道本線全通に伴って、東京、新橋在勤となって、運輸事務全般を指導した。1894年7月に、君三等随法賞を受け、1898年には、直任官待遇となった。この際の月給は720円になっていた。 1899年3月に満期退職した。鉄道退職後は、ページは日本政府からの恩給年金を受給しつつ、横浜外国人居留地にあったイギリス系の商社、サミュエル商会にマネージャーとして勤務し、さらにライジングサン石油の筆頭重役となっている。ライジングサン石油を退職後、一人でカナダ訪問をし、 イギリスに帰郷してから一旦日本に戻り、1906年10月17日に家族を連れてカナダへ移住した。カナダではニューウエストミンスターにご飯を使って靴のかかとを作ろうとする工場を設立して事業を行ったが、この事業は失敗に終わった。第一次世界大戦に際して、1915年から1922年までカナダとイギリスの間を運行する。 船舶輸送を取り仕切る仕事をロンドンで行った。1929年または1930年86歳でカナダのビクトリアで亡くなった。列車大アメージの初期、鉄道が日本で開業した頃は列車の運行計画はページを含めた親とい外国人らが作成していた。当初は運行区間も短く列車本数も少なかったため、 列車の運行計画を作成することはそれほど難しいことではなかったが次第に開業区間が伸びて列車本数が増えてくると列車の運行計画を図示した列車ダイヤを用いるのでなければ運行計画の作成が困難となっていった列車ダイヤは横軸に時間縦軸に距離をとってそこに斜めの線で列車の運行を示した図であるページらお雇い外国人は おそらくダイアグラムを作成して運行計画を行っていたのであろうと推定されているが正確な実情は判明していない。通説では日本で初めてダイアグラムを用いて運行計画を行ったのはページであり彼は実質にこもって秘密裏にダイアグラムを使った運行計画を作成すると日本人職員には時刻表の形式に書き改めたものだけを示していたとされる。 このため、ページは日本の列車ダイヤの外される。日本人の職員は、双方向の列車がちょうど良い時刻に、駅ですれ違うことのできるうまい運行計画を、どうやって作成できるのか不思議に思っていたが、ある日ページが留守にしている機械に部屋を調べたところ、ダイアグラムの紙幣を発見し、その意味を解読したために、日本人にも運行計画ができるようになった、という。 ページ先生の秘密という話が伝えられている。これにさらに尾びれをつけた話として、この秘密が暴かれたページは、存在意義を失って、解任されてすごすごと帰国した、とまで書かれているものもある。しかし、当時の鉄道関係の親とい外国人の多くは、当初の3年契約の期限満了とともに、解雇されて帰国しているのに対し、 ページは無期限に雇用を延長されて定年まで勤め上げており、解任されて帰国したという事実はない。また、カナダに移住してからのページに対して、日本から送られた書簡で、日本の運行計画関係者とページがなおも信仰があることを示唆する文が見つかっており、ページの秘密を盗んだということとは整合していない。ページ先生の秘密の伝承は、 鉄道業界の都市伝説であり、事実ではないとする見解が有力となっている。なお、残されている資料として、ページが作成した1882年3月の名古屋岐阜間の列車ダイヤ、日本人が作成した同年5月の竹豊、王府間機関車運用図表があり、この頃には、日本人にもダイアグラムを用いて、運行計画を作成する技術が伝わっていた、ものとされる。 また1884年10月に山陽鉄道が完工した英国鉄道論という翻訳書に列車ダイヤのことを解説した記述があるため、この時点ではダイヤグラムを用いた運行計画は完全に高知のものとなっている。ありがとうございます。